い、皆さんどうもこんにちは、グラサポ夫婦です。今日は神戸に来ています。グラ散歩します。ゴー。熱中症対策ね。まあ試合中に倒れたらいかんけ、しっかり帰りました。家に帰った。なんだろう、なんかすげえ話しかけられたけどすぐ終わった、うん、おー混んでる混んでる。あ、でも日陰でよかったね。ね、ワッフル、アイス、チョコパフェ、でっか。神戸本店限定。神戸本店限定。でかいです。食べよう。リベンジする？何枚買う？いやそんな4つも5つもいらんよ。2個。また2パック2パックで勝負する？どうする、どこ取る、どこ取るかによって運命が変わる。じゃあ私1個取るけさ、これにするけ。取りないよ。同じ箱からいく。よし。開封します。おい、開けてください。何度目のチャレンジ？3度目、4度目になるね。行くぞ。そのまま出して、バン。バン。2人目。バン。ホタル。ホタルじゃん。バン。ん？またやん。ナサンホじゃん。あ、ナサンホ。この前出なかった？ちょっと待って。あ、一緒一緒。同じカードか。本当だ、一緒だ。おい、マジかよ。やっ、マイクマン。マイクマンもおらんかったっけ。あれ、セレッソ、セレッソはおらん。あ、マイクマンおらんね。やっ、やっ、また出た。長沼、長沼また出たじゃん。なに、これめっちゃ被る。そういうもんなの。やっ、サガラ、ベガルタ仙台のサガラだって。へー、やっ、米沢、すまん、存じ上げない。鹿児島ユナイテッド FC。 ほほ、終わった？終わり？これもしかしてやばい？泣きの最後の一パック、最後の一パック、いけ。荒木、荒木、やっ、サービオじゃ。いい選手だ、いい選手だ。なんで J1 にいるんだろう。ね。よし。いけ。サンタナ。サンタナ。え、これさ。ん？レッツの時じゃん。まだ。レッツの時って今もレッツだよ。あ、そっか。エスパルス。清水のエスパルスのイメージが強すぎて。そう、今レッツだ。そうだよ。パー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 。山中。やっと、やっとグランパスの選手が来てくれる。山中、山中、やっと出た、やっとグランパスの選手。やっ、
平川。平川。ジュビロ磐田だね。うん。J1 終わりじゃない？終わった。なんか最後の2枚が J2 っぽいね。毎回そうじゃない？そうね。いや。日高。え出たよねこれ。え日高って出た？え出た気がする。ジェフ出たよ。あん違う。前出たのはね小森っていう。わかりません。ボルです。オセアウレリオスアレス、うん、グランパスやっと出た。やっと出たグランパス。1980円。かわいい。これかわいい。こっちかわいい、ねうん、リベルンから浮気するんだ、うん、かわいい。心揺さぶられとるじゃん。果たして買うのか。購入品紹介にて。はい、ハタブレンド、ハタブレンド一つと、うん、メリケンブレンド一つと、うん、あとトーストのエッグトースト二つで、シェイクシャックに来ました、マッシュルームを揚げたやつが入ってるんだっけ。シャックスタック、これはチーズポテトです。大阪に来たら結構シェイクシャック来てます。あった500円。500円ある。運命だ。もうないと思う。大阪にもおったんか。ピオリン、ノーマルゲット。やっとゲットした。ねえ、チョコが2個あるから。チョコ2個あるもんね。え、これめっちゃ中身見える。あでも深追いはよす。うん、わかんない。やったじゃん。いや。
後ろユニフォーム後ろにある。確かに。うん、まあいいよ、後でで。天むす。特急券の指定番号の席にお座りください。次に車内の設備についてご案内。